はい、こんにちは。 YouTube 書道教室の中本白秋です。今回は全書芸さんの月例課題、3月号の月例課題、書譜の課題のところを解説しましょう。課題はこの書から始まる書譜の、こういう課題ですね。その神器をつかさざるも皆ですね。この文ですね。この課題ですね。この四文字の草書課題を臨書しなさいっていうのが課題ですね。ではこの書っていうですね、こう平仮名の甲を書くようにふわっと下の短くそのまま筆面を取って受けて、そしてこちらからここからシュッと受けて、シュッキュッ、こんぐらいの感じですね。構図としては結構縦長のこんなイメージの構図ですね。多少これがもう少し今後あってもいいですか。こんなイメージの字でしょうか。もう一度書いてますね。最初の横画は軽い、こうやって軽い右上がりのイメージでこう回って、次がどっちかとほとんど前横ぐらいにこう来て、でここから少し斜めにスッて行って、こう切ってこう短くして、ここでついて筆を起こして、スッと、こんなイメージですね。これがそう。はい、次紙ですね。紙っていう字は縦画は素敵ですね。右側の示せにモースのところは素敵ですね。パンとして、ここからふわーっとこう来て、でこれは少し斜めになってますね。でここからこうついて、ふわこう来て、ほとんど真横に行って、で上の方からスポッと入って、そのスーッと、こんなイメージですね。この線もですね、ちょっとこの辺歪みましたけど、もう一度書いてます。まっすぐですね。気持ちいいですね。上半身を使って紙ってこう書いて、こう切って、少し斜めに入って、こう切って、ここからファー、こう切って、ここにちょっと当たるぐらいの感じ、ここからスパッと入って、こんなイメージの字ですね。この縦角は体を前のめりにしておいて、そのまますーっと体を起こすように引くと、まっすぐ引けますね。木はですね、一般的には木はこう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 書いて、こういう書くケースが多いんですけど、ここではですね、解説もありますように、知恵は時々こう、その方はちょっとこう打って、こういう書いてる字がありますので、ここでは書譜の中のこの木を調べてますと、このように明らかに分かるようなこういう書き方をしている部分もありますので、解説のように切っているよ、パンとって、このキュッ、こう来て、これ1、2、3で、この真下ぐらいにですね、ポンとって、で僕からひらがなを書くようにこう来て、こうで一回断筆にして、ここからまた筆を入れ直して、こう入って、こう。こんな形してるんですね。ここで断筆について解説をしてみましょう。左のこの書というですね、一角二角から斜め下に来て、ポンと筆切って、この丸のところで断筆をして、また筆を打ち込み書いてる。これを断筆。例えば右の字でいきますと、この正っていう字、正行の正っていう字ですけども、一角から二角目に行くところを普通、1、2と行くところをですね、1、パンと切って断筆にして、ここで筆を打ち込み直して、筆の勢いをもう一回蓄えて、スッと右に筆を抜いてますね。こういった表現を断筆と言います。このようにして書いてみましょう。はい、次いきます。次はこの皆ことごとく、この漢字の草書体ですね。ここではこう切って、すぐスッと、なるほど、こう抜いて、そして次こちらがスッとこう来て、そして横書いて、こう口ですね、こう来て、これこうなりですね。こんな書き方してるようですね。非常にこの
右側の線の行方、そして右サイドの線の行方で、口はほとんどこのぐらいの行方で、最後はこう行方、線の横角の行方の変化が素敵ですね。そして最後はここはこういう感じになるようなと終わり方がいいですね。パッと見ると右肩上がりですね。こういう角度に字が割ってるところもなかなか素敵です。ではこの四文字を臨書してみましょう。主婦は単相対って総書体ですから、いちいち単体ですね。単体ってこう来て、こう来て、で紙ここからこうポンと来て、1,2,3 でポンと来て、こう来て、断筆にしてこう来て、こうなんか出てますね。そして最後こう来て、こんな見えでしょうか。そして皆さんはここに教室名、私たちの教室はここに教室名、白秋と書いて、でこれ名前ですね。何々人って、私ですと白秋ですから上とダブりますけど、白秋林、これに書いてあるわけですね。で印を持っていただいた方はほぼ1センチぐらいの こんな感じでしょうか。以上、全書芸さんの漢字半紙書譜の臨書課題の文を解説いたしました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。参考になりましたらぜひいいね、またチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。今回は天来書院さんのこの書譜、この本を利用させていただきました。